今回は、綾野剛さんと佐久間由衣さんの相性を鑑定しています。相性診断の画面から、まず綾野さんを呼び出します。次に佐久間さんを呼び出します。二人の診断を実行をタップします。 二人の間に漢語が一つありますので、仲が良いということになります。二人の知識は、方互解局をしているので、非常に仲が良いということになります。十二運は、調整しの十二運の表裏を持っているので、価値観が一致しやすいです。十二運しは、単なる記号ですので、 自面の意味とは一切関係ないです。日種の対比は、綾野さんの日種から佐久間さんの日種を見ると召喚となり、相手に対して自分が一方的に尽くします。すべて相手が得をすることになります。佐久間さんの日種から綾野さんの日種を見ると印受となり、 結果的にに相手は自分の思う通りになりなます。つまりカカアンカであるということになります。これはこのような状態であることで二人の関係が良好に保てるということです。この状態が崩れると波乱があるかもしれません。今回はここまでです。